特急エージェントを一人失え、カイドウを怒らせては本末転倒ではないか。その方がマシという未来があったとしたらどうだ。不安要素は潰すのが一番だ。ゴムゴムの実はいつの時代も世界政府が回収を試みてきたが、決してその支柱に収まることはなかった。800年もの間だ。してや、この実には神の名が。ゴムゴムの実のもう一つの名はゾーン系人人の実、幻獣種モデルミカ。その体はゴムそのものの性質を持ち、空想のままに戦い人々を笑顔にしたという。解放の戦士、またの名を太陽の神ミカ。覚醒はゴムの体にさらなる腕力と自由を与えるという、世界で最もふざけた能力だと聞いている。解放のドラムが聞こえる。800年ぶりに聞こえる解放のドラム。間違いない、そこにいるぞ。まだ立てる？負けたのに楽しくなってきた！ジョイボーイ！ルフィが、スニーシャがそう言ってるの？